はい、今回紹介するですね、プロジェクターこちらです。ということで部屋をかなり暗くしてみました。こんにちは、戸田悟です。アンカーのプロジェクター、モバイルプロジェクターって言っていいのかな、小さいプロジェクターをまた紹介したいんですが、以前も紹介しましたけれども、今度の製品は価格が魅力なんですよ。プロジェクター高くて手が出せないと思っていた方、ぜひご覧ください。はい、今回紹介するですね、プロジェクターこちらです。アンカーのですね、ニブラアストロという名前がついてます。29,990円、なんとか3万円切りましたって感じがいいですよね。これこういったモバイルプロジェクターで OS を積んでいるもので、バッテリーも積んでいるものとしては、まあ僕が知る限り多分一番安いのではないかなと。もちろんですね、まあ中国製のとかあるかもしれませんが、まあかなり安いと思います。で、以前紹介したモデルがこちら、こちらですね、こちらカプセル2ですね、同じくニブラのカプセル2で、こちらは59,800円なんですよ。でもモバイルプロジェクター欲しいな、家で天井に映したいな、でも高いなと思った方には結構チャンスですよね。2万円違いますから、29,990円で、最大の違いはもちろんデザインとかサイズが違うんですが、明るさなんですよね。こちらはですね、200ルーメンだったんですよ。200ルーメン、スペックを見ると分かりますけれども、はい、こちら200ルーメンですね。 1280×720 ドットで200ルーメン。ところがこっちはですね、新しいですね、アストロの方は、今回ご紹介するモデルは残念ながら100ルーメンなんですよ。で、 854×480 ドット、つまり解像度が低くて明るさもちょっと落ちます。ただ値段が安いということで、どちらを買うかという判断になってきますけれども、まあどんな製品か紹介していきましょう。はい、ということでこちらがですね、新しい製品ですね、アストロですね、ニブラのアストロ、アンカー製です。早速箱を開けていきましょう。はい、ということでまずは本体ですね。本体が丸くて可愛いですね。ちょっとリンゴよりちょっと大きいくらいの大きさですかね。はい、リンゴよりちょっと大きい程度のサイズになってます。で、リモコンがついています。はい、で、充電器とケーブルがついてます。ケーブルはタイプ C にタイプ A ですね。で、こちらもタイプ C 充電ですので、まあ基本的には充電器とケーブルは他のものも使えると思います。で、今回はちょっと撮影の都合でちょっと長いケーブルを使います。まあこの辺もタイプ C だと汎用性が高いのがいいですよね。で、これ前のプロジェクターの時にも紹介したんですけれども、大体ですね、こういったモバイル系のプロジェクターってケーブルで接続してると明るいんですよ。で、ケーブルをつながないで内蔵バッテリーで撮影すると暗くなってしまうので、まあ僕は基本的には屋外で使う場合のみ、それでもやっぱりなるべくモバイルバッテリー等々を使って電気供給しながら明るく使いたいなと思っています。はい、今こちらに置いて投影してみました。最初ピンとボケてますが、フォーカスは手動で合わせることになります。高級なモデルというか上位モデルはオートフォーカス搭載してますが、このモデルは手でダイヤルを回してこのようにピントを合わせます。で、基本的な操作はこちらにあるリモコンですね。リモコンを押せばこのように画面を動かせると。で、OS が入ってますから、このようにもうすでに YouTube とか Netflix とか、もちろんログイン必要ですけれども、見ることが可能となっています。で、こちらにですね、 HDMI ケーブルがありますので、 HDMI 端子をつないで、はい、 HDMI ポートですね、ありますので、ちょっとパソコンを映してみましょう。はい、ということで今 Windows を表示してみました。 HDMI ケーブルでつないでます。で、この時にですね、ちょっと気になるのが、やっぱり本体が小さくて軽いので、ケーブルがちょっとこう動かすとすぐ動いてしまいますし、例えばケーブルをテーブルの下に置こうとするともうこう動いちゃうんですね。なので、まあ HDMI をつなぐ時にはこういった三脚できちっと固定して、ある程度動かないようにして利用することがおすすめです。で、気になる画質なんですが、まあご覧いただければ分かるように、まあもちろんここはですね、壁が真っ白じゃなくて微妙に色がついていて、あと壁紙に模様がついているので、まあくっきり綺麗ではありませんが、やっぱりそれにしてもですね、文字がちょっと読みづらいかなという感じがします。もちろん十分実用性ではあります、実用的ではありますけれども、文字が若干読みづらいかなと思います。はい、で、今度距離を離してみました。当然距離を離せば表示は大きくなりますよね。ただこれご覧いただければ分かるように、文字がざらついちゃって切れてるんですよ。これやっぱり解像度が低いからということで、こういう表示になります。つまりこのプロジェクターは仕事用というよりは、まあ、動画を見たり写真を見るのにまあおすすめといった感じ。これで見ていただいても、あの広告の車はそんなに変じゃないですけれども、左側の文字はちょっと厳しいですよね。では、じゃあちょっと上位モデルと画質を比べてみますか。
はい、右側がですね、カプセル2ですね。前も紹介した上位モデル5万9800円。高い方ですね。で、左側がアストロですけれども、明らかに明るさが違いますよね。文字のキレも違いますし、まあ、画質も全然違うと。やっぱり価格なりの差はありますね。ということで、まあ、これを理解して購入されることをお勧めします。で、個人的には、やっぱり価格差あってもですね、まあ、上位モデルをお勧めしますけれども、まあ、手に入れちゃって他と比べなければ、まあ、アストロでも、どうにかなるかなという感じなんです。で、そこをちょっと紹介していきますね。はい、ということで部屋をかなり暗くしてみました。まあ真っ暗というほどではないですけども、まあ結構暗いです。もちろん、そうだな、本を読むのは厳しいですけれども、まあこれぐらい、夜でしたらこれぐらいの明るさの部屋でいらっしゃる方もいるかなという感じの黒さです。もちろんカメラは明るさ調整しちゃってますから、実際の明るさはちょっと見た目と違うと思うんですが、これぐらいの暗さにするとですね、まあまあこれでもですね、画質は気にならなくなるかなと。というふうに思います。で、特に、まあ、これ YouTube をちょっと今回再生してみたいんですけれども、 iPad って実は他のスマホに充電できるって知ってました？はい、このように YouTube を見ることもできます。こんにちは、小田悟です。 iPad Air 4を購入された、もしくはこれから購入、はい、ということで、今これ YouTube の文字、まあまあ読めますよね。まあちょっと荒いなと思いますけれども、価格を考えれば妥協できるかなというぐらいですね。で、画面サイズもですね、投影サイズもこれぐらいが頃合いかなと。で、部屋もっと真っ暗にすればもうちょっと大きくできると思います。ただやっぱり解像度低いので、このぐらいが限界かなという気がします。で、今これ AC アダプターつないでますけれども、このように抜いてもですね、表示できます。これバッテリーで今駆動してます。バッテリーでもこのように好きな家でも好きな場所で、家とかキャンプでも投影できるので、まあいいかなと。で、さらに気になる方はもっとこうやって近づけちゃうと、はい、さらに気にならなくなると思います。つまりあんまり大きく映さないのに向いてるプロジェクターということが言えるかなと思います。はい、ということで天井に向けてみました。三脚が必要ですけれども、本体が小さくて軽いので簡単に天井にも投影できます。では電気を消してみましょう。はい、はい、で、天井には今真っ暗ではないですけども、まあ、このぐらい映ってます。ということでちょっと再生してみますね。 iPad って実は他のスマホに充電できる、まあこんな感じで天井に映ります。はい、まあ結構見られるよね。うん、そうですね。こんにちは、戸田悟です。まあなんか壁に映した時より天井の方が周りが暗いからか、ちょっとくっきり見える感じがしますし、まあこれ寝ながら見るならいいかなという感じもします。もちろん音はアンカー製ですので結構いいです。結局まあ手頃な価格のプロジェクターってそれなりの明るさだったり画質だったりしますけれども、まあ、どこで妥協するかですよね。初めて買う方はこれぐらいのモデルでもいいのかなと僕は思います。まあ結局近くで映せば明るくなりますし、画質もですね、もちろん高いものの方が美しいんですけれども、例えば壁なんかに映す方はそんなに画質にこだわらなくてもいいのかなという気もしますが、まあそこは皆さんのご判断です。